建設業界に移って一番奥深くていい言葉として学んだのが段取り8分っていうことなんですけど、プロジェクトマネージメントの現場で長年語られている謎の言葉と親方の背中にその極意が書いてあるという噂もある。段取り間違えたら手直し無用にかかる期間はどのくらいですか？僕は京セラに1年間働いてたんですけど、その後建設業界に移って一番奥深くていい言葉として学んだのが段取り8分っていうことなんですけど、段取り8分が全てだって言うんですよ。でもいい言葉っぽいので、段取り8分ってどういう意味ですかって聞くと、段取り8分は段取り8分だって言うんです。じゃあどうやってるんですかって、いやそれは前昔はな、段取り8分って言ったらな、現場で飯作りながらみんなで語ったもんだとかね、いやそれ段取り8分何か関係ないですか、いや焼肉を作るためにはな、U字工がいてな、焼肉の皿がいてな、肉を準備してな、それが段取り8分、意味がわからないんですよ。よくわからない、いい言葉なんだけど意味わからないんですよ。僕はこういうね核現象を作ったんですけど、段取り8分って言ってプロジェクトマネージメントの現場で長年語られている謎の言葉と親方の背中にその極意が書いてあるという噂もある。技術は目で盗めとかわけわからないこと言ったりするんですよ。勘と経験と度胸とかですね、まあそういうことを言うということですね。これ実はねもう言葉に表せないというふうに諦めている、そういった言葉を使っている限りですね、本当は暗黙知が形式にならないっていうもんだから。実は僕これゴールデンアッター博士に実際に弟子入りして教わった時にバックキャストでスケジューリングするっていうのを習ったんですね。でみんなで議論する、これ実は僕がね記念すべき建設業で初めて工程表を引いたシーンなんです。北海道の須田上さんなんですけど、実は須田上さんのやっぱり来てるんですね。なんと現場の人の一人になった気持ちでですねやるんですよ。でね、で建設業ってさプロジェクトマネージャーのプロですよ。その方々に実は TOC 流の工程表の引き方を教えてくれと、いやあなたたちプロには教えられませんよと、あなたたち段取り8分のプロじゃないですかって言うんで、いやでもとにかく TOC 勉強したいからとにかくやってくれと、いいですかじゃあやりますわって言って、ちょっとおばっぱり歌手が入ってって言って ODC 貼った後に、先ほどねオブディクスというぐらいの作成クライアティア、ね、この工事目標を書いた後に後ろから工程表を引くって教えたんです。で質問して、この前の段取りは何ですか、本当にそれだけでした、これやったらこれできるんですねって、そういうふうな質問をしたんです。そしたらね面白いんです、ベテランの人は後ろからスーッと工程表を引けるんです。若手はっていうと、この工事やったら次何やるんですか、後ろから考えられないんです。それやってるうちにいろんな議論してたんですね。まず最初にベテランの代理人で、どこの代理人さんでもね、プロジェクトマネージャーですよ、建設業って非常に厳しくって、やっぱり人が亡くなるかもしれないとか、人が亡くなった災害現場行くんですよ。そういう中でもそれも切った張ったでも、それも非常に厳しい金額で入札してると、そういう中で赤字必死のやつでも黒字を出すというね、ラツワマネージャーがいるんですね、ラツワ親方がいるんです。その方がですねずっと見てたんですよ、ずっと見てて、それでこれこうすればいいんだって言って、もうその人の一言喋るとみんな周りがキーンと張るっていう感じですかね、なんかすごい緊張感高いぐらいの超ラツワなんですね。その人の前でやるの怖かったですよ、だって色は黒いわ、首は太いわね、でこの辺に怪我の跡があるわって感じですわ、もう京セラの弱電メーカーって弱い電気って書くメーカーですから、そんな人は会ったことない、ものすごい目の前にこうそういう人がいるんですよ。その人たちの屈強な人がいるって、その人が急にうわっ立ち上がったんですよ、これだって、怒られるかと思ったら、俺長年これを求めてたって言うんですよ。実は俺ね脱腕って言われるけど、現場にどうして教えていいか分かんなかったって言うんですよ。後ろから工程表を引くという若手考えられなかったと、これ若手とベテラン一緒になったら実は段取りに知恵が伝わるんだと、これだって握手されちゃったんですよ。後で宴会やったらね、本当俺人生変わったって言ってね、またねその人ね実は怖い人なんだけど、実はねその終わった後のバーベキューパーティーと飲まずに若手にみんなに焼肉食べさせたりする気持ちのいい人の、現場は厳しいけど面倒見いい人なんです。そういう人に限ってですね、直感であまりにもできるから説明できなかったんですって彼に言ったんです。そっかって言って、やれるようになることとね、自分でできることをやれるようにすること、どっちが難しいと思うって、それはね僕の長年はやれるようになったけどやれるようにすることができなかったんです。で実はそのギャップ埋めてるだけじゃないでしょうかと、後ろから工程表を聞くと、その前にやることは何です、本当にそれだけか、これで実は段取り情報が入ったんです。実は建設業ってのはね、入札書類とそれと提出書類があるんですけど、まあその提出書類には段取り情報入ってないんですよ。でもこれ段取りやると、このベテランの脳みそが入るんですね。でこの仕事は次のに何するかって分かる、どう、そうするとみんなね、そのこれやるのはこのためにやるんだってやったら、これやるだけって考えてる人と、これは次のためにやるんだってやるのと、
どっちがいい仕事する？自然に次の自己肯定はお客様だと思っていい仕事するようにならない。全体像は初めて分かる。そうするとさ、若手が急に伸びてくる。最近の若手の技術者は優秀で一個一個のタスクはちゃんとやるんですって。ただ全体の画面像が見えなかったんです。これどのくらいかかる？2時間ぐらいかかったんですね。結構数十億円の報酬なんですけど、2時間でみんな飲みに行ったんですけどね、もうそろそろビール飲み行こうってやったんですけど、もうね、みんなさ盛り上がってました。でその後もずっと段取りの話をみんなで議論してたんです。すっげえ楽しいというふうになったんですね。でもよく考えてみたら我々当たり前のことをやってない？後ろから考えるのさ、10時の発の電車に乗るためにやってたらさ、10時55分に切符買ってなくちゃいけないと思う。10時55分に切符買うためにはどうすればいいかって考えない？そうすると9時40分にここ出ようと、9時40分にここ出るためには9時半に机の上片付けとこうって後ろから辿って考えて、9時半に机の上片付けといて9時40分ここ出て9時50分に帰って10時の電車に乗るようになって、こうやって後ろから考えて前から考えていない？これこそが段取り8分をやる方法だったんだ。これやると誰でもできて、ベテランと若手が一緒になる。実は前回お話をしたらですね、 ODSC を作った京都府の事例なんですけど、あの後ですね、工程表を引いてるんです。後ろから情報共有が図れますと、こうやって後ろからどん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 工程表を引いていったんです。したらね、何を変えるか何を変えるかってコンセンサスを得て、こういうことをしたいというのが分かったんですね。でコンセンサスを得るために ODSC を作ったんです。ODSC を作る前に仕様を作ったらどうですか？どんどん手直しになりません？そういう問題が起きてたんじゃないとか。でそれを明確にして、実はまずハンコで3つでハンコで、今までは回覧ルートと決済ルートが一緒になってて全部回さなくちゃいけないのを、そうしなくて決済ルートは3つハンコで、回覧ルートは別ルートで回すようにしたらどうなります？3つで決済がある。それやってる最中に今度はソフトウェアもその仕様で作られる。そうすると実際に業務フローはそうなってる上で、実は運用マニュアルやってテストを導入していったらうまくいくんじゃないか。こうやって後ろから工程表を引いていって、その目的を達成するための手順を考えることになる。そうするとね、目標達成のために意思統一もできるし、必要な仕事しか出てこないなってね、漏れがないわ、それもリスクを前もって予測することができるからって言って、実はリスクの高いものがどんどん前に出てくる。これ先にやっときゃよかったんだねっていうことが分かってきた。どう？これ作る中で目標に向かって向かうチームワークにならない、チームワークは作れない。勝利の工程表って彼名付けました。破綻してる状態でしたからね、より素晴らしいと思いませんか？みんなが協力するんです。あれやろうかこれやろうかで、実はこの事例なんですけど、見てください、段取りに重きを置くって書いてあるんです。これ副知事の人はプロジェクトルームでこうやって工程表を引いてるんですよね。この写真やらせじゃないかってよく言われるんですけど、当然これはですね、撮影のたびにみんなでポーズ撮ってますでもね、実は実物はみんなが座ってみんなで本当にやってる。なんでこれやってるのかって言ったらね、後々ね、言った言わないんだったらどう工程表ってものすごい時間あるでしょ。だからここでやっといた方が全然いいんだっていう風になったってことですね。そんな時間がないっていうよく言われるんですよ。もうプロジェクト現場忙しいんで破綻してるプロジェクトいっぱいあるんですっていう時に、その時にさ、よく考えたら段取り間違えたら手直し無用にかかる期間はどのくらいですか？この中にプロジェクト専門とする方たくさんおられると思うんです。どう？段取り失敗したら1時間の遅れで済む1分の遅れ5分の遅れみんな前うんうんって言ってるよ。どうだ1日の遅れじゃ済まないよね。1週間2週間、場合によっては数ヶ月の手直しにならない、やり直しにまでなってしまうこともない。それやるくらいだったら今の時点でせめて半日でもやってもらったらどうと。あるお客さんでね、もう5日かけてもいいと、それを作ってもいいからやらなくてもいいからって言ってね、実はこれね、プロジェクト途中からもできるんです。なぜ？後ろから工程表を引くから、前から工程表を引くから、その時点まで現時点までの工程表を引けばいいわけです。だからその破綻したプロジェクトもそこまで引けばいいってこと、素早く導入できるんですね。でその時に、で途中でやったんですよ。その時にね、その社長がすごいかっこいいこと言ったんですよ。みんながさ、いやこんな忙しい中でもうそれでなくても遅れそうなのに、こんなこと余計なことはできませんって言うんですよ。その時彼なんて言ったの？遅れの責任は俺が取る、だからやってくれ。かっこよくね？めっちゃかっこよくない？一生に一度言いたいセリフだと思わない？あまりにもかっこよかったんで、その社長飲み連れてったんですよ。なんでそんなかっこいいこと言うのって言ったら、え、かっこよかった？いやそんなこと全然ないよって。もうだって先週も役員会で遅れたってごめんなさいって言ってね、親会社に謝ってきたばっかりなんだよと。それも3ヶ月の遅れを謝ってきたんだよと。1日の遅れとかね、半日の遅れでいくらでもやったのかよと。そんなもん数だよと。それよりも工程表できるまで、もう5日間でも1週間でも本当できるまでやったらね、絶対良くなる、悪くなる可能性はゼロだと。こ
これ破綻してるプロジェクトだからみんなに支援入るよね、そしたら次も使えるし、もう絶対これをやってもらうという気持ちで、別に謝る必要ない、遅れ責任なんか取らないよ、1日か2日だったらもう慣れっこだもんっていう、遅れの責任は俺が取る、ゼロリスクだって、どういいでしょう、ゼロリスクね。ベテランの暗黙知は仕事の手順の中に潜んでるんです。だから若手とベテランが一緒にバックキャストで工程を引けば、ベテランの暗黙知を形式化できるということ、実は監督経験度胸とか段取り編集部とかね、技術は目で詰めると、そういう言葉の中に思考停止ワードが潜んでるんじゃないだろうか。いい言葉だったら実はそれを暗黙知を形式化してあげると、この間ね TOC グループの野中先生がおっしゃってましたよね、暗黙知を形式化していく、そこからまた知識が回っていくんだよと。でその暗黙知がその人が辞めちゃうといなくなっちゃうと、なくなっちゃう、その一言会社の財産になってない、まずくない、その単に若手とベテランに一緒になってやっていく、それ1回目の工程表段取り、実はさ一つのタスクで段取り情報は使えるんじゃない、2回目聞いたらどう、多分若手それコピーしてまたよりいい方法考えるよ、3回目でどう、どん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 良くなっていく、会社にとってのベストクラフトのテンプレートになっていく、ラツアン親方、ラツアン親方、ラツアン親方がどんどん知恵を伺って会社に勝利の工程表ができていく、その工程表は会社にとって財産になっていくということになりませんかね。はい、金の知恵ありましたでしょうか。月曜日は楽しみな会社にしましょう。ありがとうございます。後ろから工程表を引くという若手考えられなかった、これ若手とベテラン一緒になったら実は段取りに知恵が伝わるんだと。でもよく考えてみたら我々当たり前のことをやってない、こうやって後ろから考えて前から考えていない、これこそが段取り8部をやる方法だったんだ。段取り間違えたら手直し目の方にかかる期間はどのくらいですか、場合によっては数ヶ月の手直しにならない、今の時点でせめて半日でもやってもらったらどうと。You're my soldier, you're my knight, making sure that I'm alright.